ハーフの少年時代。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す青木かのんです。ごめんなさい、画面暗くて照明が壊れてしまいました。今日この動画で私が少年時代に考えていたこと、そしてどんな少年だったかお話しします。なんで女の子じゃないのと思ったのは幼稚園の頃です。特にその時は男の子を好きになるということは考えてませんでした。いろいろなことを思い始めたのは小学生の時です。お父さんがすっごい厳しい人で、男はこうでなければダメっていう感じの人で、怖くてとてもじゃないけど女の子になりたいなんて言えませんですよね。あれ？日本語おかしい。小学2年生の時、私は自分のことを下の名前をちゃん付けをしてて、ダメだ男は俺って言えと怒鳴られてて、慣れてしまってるもんだから間違ってお父さんにちゃん付けしているところを聞かれてしまってぶん殴られました。そこから私は空元気とは違いますけど、無理やり男より男らしく振る舞ったりしておりました。私は女の子に憧れて羨ましいな、ずるいなと思い、同級生の女の子に意地悪をしたりスカートめくりをしました。今ね、早朝だから小さな声で喋ります。前回は私が男の子として過ごした幼少期から小学校までのお話を簡単にさせていただきました。今回は中学校から高校までどのように過ごしたかお話しします。中学時代は私にとって絶望感に満ちていた時期でもありました。だんだん男らしく変わっていく自分の体に苦痛でしたね。中学校生活半ばになると男女の区別がはっきりしてきて、もちろんね、身長も伸びるわけじゃないですか。それがすっごい嫌で、毎日わざと遅く起きたりしてました。そんな時期にインターネットである方を知りました。もしその方を知らなかったら今の私はいなかったかもしれません。その方は椿彩菜さんです。元男性で今はすっごい綺麗な女性です。本を出してることを知ってすぐに本屋さんに行って、私男子校出身ですという本を買いました。読めば読むほどすっごい私と重なることに驚いちゃって、私も頑張れば女になれるんだと絶望感に満ちていた心が一気に明るくなりました。高校に入ると我慢の我慢の繰り返しで、もちろん男の子として通って男の子として振る舞い、幸いのことに私のクラスはあったかい友達ばかりで、私の心と体の悩み以外では不自由なくとっても楽しい学校生活を送ることができました。私自身心の中で、高校生活を終えたら自由になれるんだ、もう少し我慢しようと言い聞かせていたのですが、しばしば心が折れてしまうことがあって、家出をしたり親とぶつかったりしました。高校3年の夏、私は親に内緒で女性ホルモン剤を始めました。少しずつ私の平らだった胸が膨らみ始めて、心の中で大きな安心感が出てきました。そしていよいよ両親に女の子になりたいとカミングアウトをしました。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す青木かのんです。前回に引き続き私の少年時代についてお話しします。男の子の体である自分にものすごく心苦しくて、私は高校3年生の夏、18歳になる直前に女性ホルモン剤を始めました。その時点で男の子の第二次成長を迎えていたので、すごく焦ってました。今から女性ホルモン始めたって体が男の子らしくなっちゃったから手遅れなのかな、そんな感じに念願である女性ホルモン剤始められたのに複雑な気持ちでした。ホルモン剤始めてから約3ヶ月で私の体に変化が出てきました。
肌が乾燥肌になってきて、同時に顔つきにも変化が現れます。そんなある日、急激な私の変化に両親が疑い始めました。どうしたんだその顔。そんなフレーズを学校に行く毎朝お父さんに言われ続けました。しばらくはごまかしきれたけど、ある日決定的証拠がバレてしまいました。それは女性ホルモン剤をしてくれる病院の領収書です。たまたまズボンのポケットに入れたまま洗濯かごに入れてしまいました。見つかってしまったその日の夜、仕事から帰ってきたお父さんに怒鳴り声で呼び出されました。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す青木かのんです。ニューハーフの少年時代シリーズはこの動画が最終回パート1となります。前回の動画をまだ見ていないという方は画面下のリンクから見てね。ホルモン剤を使ったことがバレてしまった私は、怒鳴り声でお父さんに呼び出されました。お父さんは私に言いました。なぜ女性ホルモン剤をやってるんだ。私はパニックになって、何が何でも女の子になりたいとバレたくなかったので、綺麗な男の子になりたいから女性ホルモン剤を使ったんだと明らかにバレバレな嘘をつきました。そんな嘘は簡単にバレてしまい、私はここで初めて両親に女の子になりたいと言いました。お母さんはそれを聞いて、お腹を痛めて産んだ子がなぜこうなってしまうのと言いながら泣き出してしまい、お父さんは私に、お前嘘つくなよ、家ではあんなに普通の男だったじゃないか、テレビの影響を受けただけだろう、気持ち悪いんだよと言いました。私は涙が止まらなくなり、部屋に閉じこもりました。その日の夜、焼け酒をして仕事から帰ってきたお父さんは、私に今までにないくらいの力で殴り、最後は馬乗りの状態で殴られ、目が開かないくらいに腫れ上がりました。すごいショックを受けて家を飛び出しました。そこで住み込みのアルバイトを始めて、家出をしてから約半年後にお母さんと再会しました。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す青木かのんです。この動画が最終回となります。まだ前編を見られていない方は画面下のリンクから見てね。家出をしてから約半年後にお母さんと再会することになりました。女の姿でお母さんに会うのがとても怖かったです。気持ち悪いって言われるだろうなぁと思ってました。私は心配で事前に化粧はしてるからねとメールしました。待ち合わせ場所にお母さんと妹が来ました。私の顔を見てお母さんはご飯食べに行こうと言いました。私自身何か言われるだろうなと思い身構えていたのですが、妹も同様に女の姿について何も触れてきませんでした。その時心の中で、怒ってるのかな、それとも気使ってるのかな、呆れてるのかな、不安で仕方ありませんでした。お店の席に着き、私はお母さんにこう言いました。私のこの姿大丈夫かな。お母さんは顔色変えずに、別にいいんじゃないと言いました。私のお母さんは外国人なので、もともと口数もそこまで多くなかったので、そのお母さんの別にいいんじゃないの一言で一気に私の心が晴れました。やっとお母さんの前で堂々とできるんだとすごく嬉しかったです。その日以来定期的にお母さんと会うようになり、昔は喧嘩ばかりしていた妹とも仲良くなりました。今ではお母さん自身がお母さんの友人に、私の娘ですと私を紹介するようになったり、あんたに似合いそうなカバン買ってきたよと私のコーディネートをするようになりました。
これが普通のお母さんと娘の関係なんだなとすごく嬉しかったです。お父さんとは未だに会えず、会うことを拒否されています。実家にも帰ってくるなと言われていて、お母さんと妹と会うときは毎回外出先です。お父さんに会いたいのですが、私自身この姿で一人前になってからお父さんに会いに行こうと思ってます。返事はありませんが、何かあるたびにお父さんにメールを送っています。今度雑誌に載るよとか、今度テレビに出るからねとか、私が一方的にお父さんに変わってほしいと思う前に、私自身がしっかり一人前になってお父さんの気持ちを動かせればなと思っています。昔のように家族全員で一緒に家でご飯を食べれるように、これからもっともっと輝いてお父さんに気づいてもらえるように前進していきます。このニューハーフの少年時代シリーズを見て、少しでも私が昔どんな子だったのか知っていただけたら嬉しいです。最終回まで見ていただき本当にありがとうございます。これからも青木カノンをよろしくお願いします。この動画をもっとたくさんの人に見てほしいので、動画を見ていいと思った方は高評価ボタンを押してください。バイバイ。まだチャンネル登録していない方で、これからも私の動画を見ていただける方はチャンネル登録ボタンお願いします。